赤ネズミは、ネズミ目ネズミか赤ネズミ族に属する小型のネズミ類の一種である。日本固有種であり、北海道から九州までの全域に分布している。体色は、興奮から、尾の先端まで肺色は、大々褐色、複色は白である。 東道町は80から140ミリメートル、女川70から130ミリメートル、あと足長は22から26ミリメートル、体重は20から60グラムである。入頭式は2プラス0プラス2イコール8。同族のヒメネズミに比べ、女川、東道町とほぼ等しいか、それより短く、あと足長は長い。黒部川と天竜川を境にして、東には、染色体。 数に N イコール48、西には染色体数に N イコール46の個体群が生息する。北海道産の個体は一回り大きい。ヒメネズミとの識別は難しく、頭骨標本を作成して、頬骨弓が丸みを帯前方へ膨らんでいることを確認するのが確実であるとされる。その他には頭蓋骨の長さ、お長と後と足長の比などが挙げられる。 生児の勘弁な識別方法としては、眼球間最大幅、眼球間最小幅と、眼球直径の比を取る方法が提唱されている。低地から高山帯までの森林や田畑のあぜ、河原のやぶなどに生息する。夜行性で地表を中心に活動をする。単独で行動し地中に巣穴を掘る。主に植物の種子や根茎などを食べるが、昆虫を捕食することもある。 岩陰などの狭い空間を好み、食物をそのようなところへ運んで、前足で持ちながら食べる。クルミを食べるときは殻に二つの穴を開けて、中身を食べるため、特徴のある食根が残る。秋には、どんぐりやクルミを、巣穴や岩陰などの狭い空間や、地中に貯蔵する習性がある。後足の筋肉が発達していて、行動範囲は1日あたり数キロメートルにわたる。 本種は生息する島によって、形態的な変異が大きく、それぞれを亜種とする説もある。現在の分類では、それぞれを地域的な変異と考え、亜種を向こうとして、アポデムススペキオスス一種とする説が有力である。北海道には、朝鮮半島から、シベリア東部にかけて生息する、半島アカネズミアポデムスペニンシュラの亜種である、カラフトアカネズミ AP ギリアカスも生息している。 アカネズミよりも一回り小さい。アカネズミと同様の生態だが、同じ場所に生息している場合、アカネズミが、森林に、カラフトアカネズミが、草原やヤブに住む。ありがとうございます。